記者会見の本日の内容ですが登壇者のご紹介とご挨拶の後出場選手への代表質問と質疑応答そしてフォトセッションを行う流れとなっています、えー、進行はフジテレビアナウンサー竹下洋平が担当いたしますでは初めに登壇者をご紹介いたしますなお選手の紹介に関しては最新のランキングでご紹介いたします中央トトッププランンクプレジデントタッドディバフ様 続いて WBC ・ WBA 世界ライトフライ級王者寺地健志郎選手対するは WBA 世界ライトフライ級4位アンソニー・オラスクワガ選手続きまして WBA 世界バンタム級1位井上拓真選手対するは WBA 世界バンタム級2位 リリボリオ・ソリス選手続いて日本バンタム級2位ヨナハ・ユウ希選手対するは那須川天心選手続いて WBO アジアパシフィックウェルター級王者佐々木仁選手 挑戦者、WBO 世界ウェルター級8位、小原啓太選手、続きまして、IBF 世界フェザー級2位、キコ・マルチネス選手、IBF 世界フェザー級3位、阿部玲也選手、以上の皆様にご登壇いただきました、それでは初めにトップランクプレジデント、タッド・ディバフ様からご挨拶をいただきます。 Thank you very much. Uh, first of all, I'd like to uh, welcome everybody here. Um, it has been an, an amazing one year run since we launched with Taiken uh, the emergence of Amazon and Amazon Prime Boxing. 1> ここ1年、テイケンとアマゾンプライムボクシングとのパートナーシップが始まりまして、これまで最高の試合をお届けすることができております。And the Japanese Commission. このベンチャーの成功は、日本のテイプロモーションをはじめとした。 プロモーションと、そして皆様のご協力なしには実現することができなかったものだと思いますそして何よりも最大の成功の要因は、アマゾンプライムボクシングで試合を行っていただいた。 行っってててくくれれたた選手皆様がしかかりととその場でで輝いてくれたおおげであると信じております1年前 えー、ゲナジ田十五路付近、対村田亮太で始まったアマゾンプライムボクシングですけれども。まあ、井上尚弥選手の試合、そして、今ここにいる。ええー、ケンシロウ選手のタイトル統一。そして、今回は防衛をということで、またこのリングに上がってくれます。そして、ついに、那、え、須、ー、川天心選手が。このリングに上がってくれることになりました。so thank you to all the athletes and to this great country for developing boxing superstars and many more to come。 thank you。そして最後になりますけれども、その出場していただいた選手の皆様に感謝の気持ち、そしてこの日本という素晴らしい国で、えー、この amazon プライムボクシングを発展させていただいている皆さんにお礼をして、えー、ご挨拶と変させていただきます。えー、ディバー様ありがとうございました。では、これより代表質問司会からさせていただきます。えー、まずは寺地健一郎選手、えー、現在の。 コンディション、それから対戦相手が変わりましたが今の心境などお願いします。はい。えー、今体調も減量もすごく良くて、えー、もうバッチリな状態で、えー、いつでも試合ができる状態です。えー、あと何ですか。対戦相手変わりましたが。はい、えー。まあサウスポーからオースドックスに変わったんですけど、まあ僕のやることはそんなに変わらず、まあ今までの経験を生かして、えー、オースドックスでも全然。 対応できるようになっているので、えー、絶対勝ちます、えー。オラス・クワガ選手との対戦かつてスパーリングもされたことがあるそうですが、はい、印象を教えてください。本当にアメリカに行った時は結構スパーリングしていて本当に、まあ、スパーリング仲間という感じでまさかまあ試合をするとは思わなかったんですけど、えーまあ、この機会、試合できてすごく嬉しいし。 まあ本当に強い選手なんで油断はできないんですけど、まあ、僕も全力で戦って絶対勝とうと思っていますえではメインイベントのリングに立ちます、えー、この試合のご自身のテーマとそして意気込みをお願いします。まあテーマはいつも通りなんですけど、まあ、本当に前に出てしっかり倒しに行きたいなっていうのはあるんで、えー、KO で勝つっていうのをテーマでやっていきたいと思います。選選手手。ありがとうございました。ではオラスクワガ選手

テラジ選手は大変強いボクサーであるというのも過去に何度もスパーリングをした経験から知っていますけれども、その難しい相手ではありますが、自分が自信を持って勝てると信じてこのリングに上がります。この試合世界に向けて配信もされます。どんな試合を見せたいのか、意気込みをお願いします。I like to show them who Princess s and 自分のニックネームであるプリンセサという名前がどうしてなのかそしてその強さを見せられるような試合にしたいですしここから世界に向けてどんどん成長していきたいと思います、はい、ありがとうございました <Thank you. S 1> では続きまして井上拓磨選手にお話を伺いますえ現在のコンディション並びにメンタル面での充実度を教えてください、はいえー、そうですね 2> 約2年ぶりのバンタム級ですけど、えー、今までで一番コンディションもよくしっかり体重もつけれたので、えー、今は試合がすごい楽しみです対戦相手、ソリス選手の印象注意すべき点など教えてください。まあ印象としては、まあ、結構ラフにくる感じがありますけどまあ もらわなきゃ意味がないということで、まあ、しっかり完封したいと思います、えー、拓磨選手にとってはバンタム級のベルト、これ、一つ目に向けて、えー、この試合のテーマ、そして意気込みをお願いしますそうですね、まず、まあ、今、目標である4団体統一に向けて、まず1本目のベルト、えー、そして今回のテーマは、何もさせないで勝つ、えー、完封ということで、しっかり倒していきたいと思います。ありがとうございました Primero que nada un saludo a todos los periodistas y bueno, agradecerle a Dios por estar aquí. Mis condiciones están al 100% finas. Estoy ya en peso. Así que estamos 100% para salir victoriosa. お集まりの皆さんありがとうございます私の体調は100%コンディションができております体重ももうできておりますはい。井上拓磨選手の警戒すべき点など印象を教えてください見、はい、えないと言ってください en cuidarse en todas las peleas uno tiene que cuidarse de los peleadores sean malos, bueno, súper bueno, siempre hay que cuidarse, porque un golpe puede acabar cualquier pelea, así que, normal, que venga como quiera, que yo lo recibo como venga. Eh, to 気を抜いいいてはいけないと思いますす印象はノーマルです、はいえー、拓選手は何もさせず完封するということでしたが、ではソリス選手、試合の意気込みをお願いします。 でも、彼は変える、ー、と、私は変えると、私は変えると、そういった戦い皆さんご存知のようにあの、非常に好戦的なボクサーです、えー。やりたいようにやらせていただきます。一、えー、ラウンド一ラウンド、丁寧に仕上げていきます。はい、ソリ選手ありがとうございました。では続きまして、那須川手選手にお話を伺います。 デビュー戦はあさってに控えました現在のコンディションそして心境はいかがでしょうか、えー、コンディション、あまあ、本当、えー、審議対すべて、あのー、整えてきたという自負はありますしすべ、まああのー、てにおいて、えー、練習面も、あのーまあ、こういう 自分の中でのプロモーションだったりとかすべてにおいて、えー、うまくいってるなっていうのはあるんで、まあ、あとはしっかりと試合で見せて、えー、勝って世間にしっかりとアピールするっていうのが、まあ、できればなと思いますキ、はい、ックボクシングの時とは違う注目のされ方もされてると思うんですが、えー、緊張感などは感じてるんでしょうか緊張感はありますよね、あるし、まああのー、初めてのところに飛び込むわけですから。 自分の中でもこう緊張感もありつつでも、それをなんかだろう緊張だっていうのは僕はあんま思ってないんであのワクワク感だったりとかもう本当、すべての人にサプライズうんそういうことを見せられるんじゃないかなっていうふうにでは、明日どんな試合を見せたいのか意気込みをお願いします。 うーんまあ、もちろんあの、まあ、こうやって、えー、こういう大きな舞台であのデビューさせてもらうっていう以上、まあ、求められてることは分かってますし、まあ、やることも分かってるんで、まあ、僕の,あの強さだったりあとはやっぱ戦いだけではないところもあの入場からすべ、えー、てあの全部を通して。 まあ僕の,あの大会にしたいなと思ってるんであのそこをすべて見てもらいたいなと思っています、はい、ありがとうございましたでは対する米原選手、えー、注目の一戦をあさってに控えて現在のコンディションそして心境はいかがでしょうか、えっと、コンディションはもちろんばっちりですし、えー、この試合決まって、まあ、あっという間に今回、えー、今回というかこの日を迎えてすごいもう楽しみな気持ちが。 まあ試合ではまああのもう自分のなんだろうなあの試合決まったっていうだけで、まあ、すごい反響をいただいてるのでこれはまあ対戦相手の那須川天心選手ありきなのでそこは感謝してるんですけど、まあ、それを全部頂戴したいと思っております、はいえー、那須川選手のスパーリングの映像などはご覧になったのかまた改めて 夏川選手の印象を教ええてくださいあ、はいは見ました、えっと、1週間前の公開スパーリングもあの公開してたんで見たんですけど、まあ、やっぱりこう1週間の、まあ、異例というか1週間にこうやってあのメディアの前でスパーリング披露するのはすごいないことなのでそれ、やっぱしんどい時期にあれだけのパフォーマンスしてるのでやっぱすごいなと思ったのはあるんですけどまあそうですね。あの見せようと 見せようとというか、まあ、さっきあの彼も言ってたんですけどあのやるべきことは分かっているとか、まあ、おっしゃってたんですけど、まあ、見せようと思えば思うほど自分からしたらありがたいので、はい、自分はあの倒しやすくなると思っているので、はい、そんな感じです原、はい、選手ありがとうございましたでは続きまして佐々木選手にお話を伺います。 え、今回はどのような調整をして、そして現在のコンディション心境はいかがでしょうか？え、皆さんこんにちは。ウェルター級初の日本人世界チャンピオンになる男佐々木仁ですえー、今のコンディションは？まあ、対戦相手の小原選手がすごく強敵ということもあり。まあ、毎試合毎試合相手がどんどん強くなっているんで、毎試合毎試合自分も進化していってるんで、次の試合もさらに進化した自分が見せれると思ってます。 なのでいい感じですね。コンディションは。はい、はいえー。ウェルター級大変迫力のある階級ですけれども、全5試合の中で佐々木選手は明後日どんな試合を見せたいんでしょうか。ま先日試合順が発表されまして、あの僕は第2試合で、えー、すごくこれ見てチャンスだなと思ってるんですよね。僕からしたらこうすごくまいいことっていうかすごくチャンスだと思ってみて、やっぱボクシング好きの方々はもちろんのことだと思うんですけど、ボクシング外の 方々とかあと世界の方々も見られるところなのでしっかりと本気で自分のパフォーマンスを出してたくさんの方々により多くの人が人々に自分のことを知ってもらえるような試合を見せていきたいと思いますなんでまだチケットも完売していないそうなんですけどぜひあのこの素晴らしい工業なんで会場でまあ僕の本気の試合を見てもらえたら少しでもアピールしたいんで そうですね応援よろしくお願いします佐々木選手ありがとうございました続きまして小原選手に伺います、えー、現在のコンディション特にメンタル面で今どのような心境か教えてくださいはい体調良好ですウェルター急に上げてしっかり動ける体ができているので体重も残り3キロと順調。あ、まあ、今日水抜きして3キロ落ちるので問題になりません精神的にはやはり一時期 佐々木選手の良いところを見てやはり負ける可能性もある試合だなと思っているのでとても不安から恐怖も感じましたけれども、まあ、それはもう1週間前に置いてこれているのでしっかり自分の中でか、はい、み砕いてそこを乗り越えていいパフォーマンス、試合で発揮できると思います。えー、若い佐々木選手を相手にあさってはどんな結果を求めどんな試合を見せたいんでしょうか。しっかり倒して勝ちます。 ただ僕の長所も佐々木選手の長所もやはり倒すところそして負ける時もまあ、若干の打たれもろさというか負ける時もはっきりしているのでまあ、しっかりこの大きな工業の一つになれるよういい結果で終われると思いますしっかり僕が倒して勝ちます、はい、小原選手ありがとうございましたでは続いて紀子マルチネス選手にお話を伺いますえ今回はどこでどのような調整をし,してそして今のコンディションはいかがでしょうか Hola, muy buenos días. Eh, muchísimas gracias a todos por tener el honor de volver a Japón a pelear. Para mí ha sido la pelea más importante que he tenido en toda mi carrera, fue ganarle a Jase Agua. Eh, vengo en una condición muy buena, he trabajado durante tres meses muy duro y he tenido muchísimos compañeros que dieron lo mejor de ellos para dar lo mejor de mí el día de hoy. Entonces, vengo listo para pelear el sábado. 皆様こんにちは、えーえー、ここにいらっしゃった皆様に感謝を申し上げます。また私は再来日できたことを大変喜んでおります。私のキャリアにおいて、長谷川選手との試合は、一番あの最も重要な試合でした。この試合に向けては、3ヶ月、とても厳しい練習をしてきました。必ずいい試合になると思います。体調的にはもうあのすぐにもリングに上がれる体調であります。 <nenhum> はい、その長谷川選手との対戦、9年前になりますが、この9年間でマルチネス選手、どういうところが強くなったと感じているでしょうの9年間、プレーするのは長谷川の、この9年間、どのくらいプレーするのか、この9年間、私、今、生まれたことがあります。 Eh, las cuales me han enseñado a ser mejor persona, a ser mejor atleta, a corregir los errores que, que había cometido en el pasado y vengo al 100% para dar lo mejor de mí el sábado con un gran rival que sabe y, y nada, todo este camino que he recorrido durante estos nueve años solo me han enseñado a ser mejor boxeador, a ser mejor persona y a ser mejor atleta, entonces vengo al 100% para, para ganar el sábado. この9年間、で学学んんだここことととはたたくさありまますてもも厳ししいびの年間自分は倒されたりもしました、その度に立ち上がり、えー、常にいい人間でありたい、いい選手でありたいと思ってきました、また、えー、自分の犯したミスについて、一つ一つ修正をしてきました。 この土曜日は100%の体調で安倍選手と向かい合いたいと思います。とにかく私はこの9年間良い人、良い選手になりたいと思ってやってきました。では対戦相手安倍選手の印象を教えてください。え、すんげんボクサー、え、うん、す、うんげんペレエド、ルうも、こうきゃ日本え、ルチャド、ルゲッレロ、え、ジョーヴェン Eh, tiene hambre de gloria, pero yo vengo todavía con, con la ilusión de volver a ser campeón del mundo y eso no me lo puede quitar nadie. Sé que Ave venía con mucha hambre de gloria, pero yo todavía la tengo y sé que todavía tengo el poder y el tiempo para volver a ser campeón del mundo. 安倍選手は大変グレートなあのボクサーだと思いますそれは日本人のボクサー全員に言えることだと思います日本人はとにかくあの魂で戦う戦士だと思っていますまた安倍選手は栄光を手にしたいというハングリーな精神でやってくると思いますしかしながら私も再来日は必ずこの栄光を手にすると思ってきました た私のこの思いは誰も阻めませんはいありがとうございましたでは対する安倍選手に伺います、えー、現在のコンディションそして特にメンタル面、えー、どのような今心境でしょうかえそうですねまあ、コンディションはもうまあ、やることはやってきてあのバッチリ仕上がっているので、えー、順調な仕上がりであってまあメンタル面でもまあこういう場で試合するというのは初めてなんで まあなんか緊張というよりかワクワクの方が大きいですかね対戦相手、マルチネス選手、近くで見て、どんな印象を今、持たれてますかうんそうですね、なんだろう、別になんですかね、もう、あんまり覇気は感じなかったので、まあ、あんまり相手のことは気にせず、自分のボクシングに徹しようかなっていう感じですね。 この一戦安倍選手の未来に向けて、大事な一戦になるかと思います。試合への。この試合のテーマ、それから意気込みをお願いします。そうですね。まあ。日本とアジアを取って、まあ、この。これを勝てば、こう世界の切符が手に入るわけで、本当にビッグチャンスなんですけど。まあ、あんまり気負いもなく。あの。楽しみなんで、ただ自分のボクシング。をやることだけ考えて。まあ。 そうすれば結果的に結果番はおのずとついてくると思うので、まあ、倒しに行こうとも思っていないですけど、まあ、やることをやれば結果的に KO も生ままれるのかなとは思ってます久しぶりの第1試合ですけれどもそそのありはああそうですね試合中なんか発表されて1試合目だったんですけど、まあ、あの時間が読みやすくてすごいいいかなと思ってちょっとトップバッターなんでちょっとインパクトある試合して。 ちょっと安倍さんっていうボクサーを皆さんに知ってもらえたらなと思ってますはい安倍選手ありがとうございましたでは引き続き質疑応答に参ります質問のある方は挙手をお願いいたしますなお本日記者会見後の囲み取材の予定はございませんのでご了承ください、えー、では挙手をいただきましたらお手元にマイクをお持ちします会社名お名前をお願いいたします質問のある方いらっしゃいますかはいでは では会社名お名前それからどなたに対する質問かをお願いいたします。はい、えー、日刊スポーツの藤中と申します。あのし出場選手皆さんに伺いたいんですが、えー、対戦する選手にここだけは負けてないと思うところはどこでしょうか。ではケンシロ郎選手からお願いします。まあ全部勝ってると思います。全部勝ってるということです。でオラスクワガ選手。

Porque todo el mundo puede hablar, etcétera, pero el día de la pelea es otra. Así que yo ando bastante bien, ya me conocen aquí en Japón y saben que no vengo a carrito. Así que el día sábado me va a demostrar eso que dijiste. Y no a oite 申しましたが、えー、それは土曜日に結果を見ることになるでしょう。えー、試合の日というのは、あのここで言うこととあの違う結果が出ることがあたよくあります、えー。私のことは日本人はよく知ってると思います。えー、土曜日はっきりすると思います。では、講談に参りまして、那須川選手お願いします。すえー、まあ、格闘技に対する思いじゃないですかね。はい。 では波選手うんスピード以外は全部勝ってます。もうっていうのも、スピードはもうしょうがないです、もう、速すぎるんで、ちょっと、<laughs> まあただ、スピード勝負じゃないんで、速いからこそ、逆にチャンスがあると思ってるんで、はい、であとは全部スキルは、自分が勝ってますね。では続いて、佐々木選手、お願いしますえキャリアと身長以外、全部勝ってて。

えー、経験が勝っていると思います。また、えー、再び世界チャンピオンになるという、えー、ハングリーさが私には強いと思います。では、安倍さんお願いします。え、はい、え、何を勝ってるってったんですか。何を勝ってるって言ったんですか。<験>あ、経験。はい、あ,あ、経験はそうですね。勝ってるのか。まあ、そうです。今、今、ちょっと自分が。 逆に勝ってることを教えてほしいと思ったんで、まあ、経験って言ったんで、まあ、経験は勝ってるんだと思うんでそれ以外は自分が勝ってるんじゃないかなっていう。はい、あ,あと世界チャンピオンになりたいという思いもあ世界チャンピオンになりたいという思いあそれはもちろん、ね、お互い持ってると思うんで、まあ、それは試合ではっきりするんじゃないですかね。よろしいですか。他に質問のある方はいらっしゃいますか。 後ろの方に、えー、スポーツ日本の中田です。えー、ケンシロウ選手にお願いします。えー、と対戦相手がウラスクワーグが選手に、えー、決まってから、えー、オーソドックスとのあ選手の練習はどのぐらい積んだんでしょうか、えー。スパーリングとかは3回ぐらいですかね。あとはもうミットとかで仕上げました。スパーリング何ラウンドぐらいやりましたか。 大体4ラウンドぐらいをやったんで12回ぐらいですかねもう一つ、えーと、非常に魅力的なカードが並んでいる工業で、はい、メインを務めることに関ししての感想をお願いします、まあ、そこはあんまり意識はしなかったですけど、まあ、僕が勝つことだけをしっかりやって、えー、見せれるボクシングをしっかりしたいなと思っているので、えー、楽しい試合になると思うので、えー、ぜひ見ていただければ嬉しいですありがとうございます。 他質問のある方いらっしゃいますかあじゃあ中央にお願いしますスポーツホッジの細野と申します那須川天心選手にお伺いをしますあのボクサーとして減量にこう挑んで試合に仕上げていくのは初めての経験になるかと思いますけれども現在のまあ明日計量を控えた段階でのこう減量の調子とまあコンディション等々を教えて経過について教えていただけますか まあコンディションについてはもうあのチームでしっかりとえ行っているので問題なくできてますしあとは、ここにの試合がまあ決まってからとか決まる前からですねボクシングを始めて約半年間まああの海外に行ったりとかまあボクシングの基本をすべてこう一から学んだという感じなんであのでもちろんボクシングというものは昔からあの取り入れてはいましたけど もう完璧に変更するっていうのはもう、えー、半年ぐらいやってますけど非常にあの有意義な時間だったというか自分の中で足りないものがあのたくさんあったところを補うこともできましたし、まあ、やっぱりこうやっててすごい毎日毎日が刺激で、えー、楽しかったので、まあ、やっぱり、まあ、既存のファンだったりとかあとはずっと応援してくれてるチームですね。 は僕のことを勝つと信じてくれていると思うので、まあ、そういった方々のためにもあの那須川天心についてきて間違いじゃなかったなというのを、まあさってに思わせることができるかなと思うので非常にあのコンディション的にも精神的にも万全な状態でです、はい、よろしいですか、はい、他に質問のある方はいらっしゃいますか。 内容でしたら以上で質疑応答終了とさせていただきます。<music>